1か月後にニュースの舞台となるシンガポールではシンガポールのどこで会談は行われるのでしょうか3つの場所が早くも有力候補地としてささやかれていますシンガポールの地元市が予想する1か所目はシャングリラホテルです各国の防衛大臣らが集まるアジア安全保障会議が毎年ここで開かれていて実績が抜群です 2015年には中国と台湾による初の首脳会談が行われた場所でもあります2カ所目はシンガポールのランドマークとして知られておりますこちらですあちらにありますマリーナベイサンズも候補地の一つと報じられていますその理由というのがホテルのオーナーがトランプ大統領の支持者で近い関係にあると言われているからです このマリーナ・ベイ・サンズは今もありましたがトランプ氏の大口献金者といわれる人物がオーナーの超豪華ホテルです、えー、まるで船が空に浮かんでいるようなデザインで知られておりまして地上2 0 0ルの高さにある世界最大の屋上プールからは絶景が望めます3カ所目はシンガポールの市街地から車でおよそ15分で行ける島セントーサ島です 地元紙によりますとセキュリティ面も申し分なくリラックスした空間での会談が実現可能だとしております。